まだ見たことのない世界に憧れていた。人一倍それが強かった気はしない。ただ誰よりも現実を見ていなかったのかもしれない。私はよく動画やテレビで見たそれらを一目見たくて、行きたいと口に出していた。そんな遠いところダメに決まってるでしょ。凛ちゃんにはまだ早いよ。もちろん否定の言葉だけじゃない。頑張ってね。言ったら聞かせてね。そんな言葉しか返ってこなかった。応援、期待、欲しかった言葉はなかった。その後も様々な場所を見たい、あれをしたい、これをしたいと欲望を言葉にした。そしてそれはずっとずっと続いた。まだ見たことのない情景への渇望、それは誰しもが抱いているものだと思っていた。けれどそんなものはなくて、私だけの欲望だった。いつか行ってみたいね。その言葉なら許されるのに、みんないつかという未来の自分に憧れを託し飛び立とうとしない。なんで私だけという孤独は違和感、不満、苛立ちとなって積もり、やがて自分の異質さに恐怖を感じた。もしもきっとそんな妄想をするのは自然だった。ぼんやりと浮かんだのは昔のアニメで見たような、もしくは家族と昔行った牧場のような広い高原だった。高い山々に囲まれたそこはとても純粋で、複雑な社会はそこにはない。水平線が見えないその世界に私がいた。そのお店には珍しい商品がいっぱいあるんだって。絶対行きたい。キラキラした表情の私が隣にいた少女に語りかけた。その言葉は言ってはいけない。つい先ほどもその言葉で孤独を感じたばかりだった。私の不安をよそに少女はこう答えた。すごいね、私も一緒に行く。眺めている世界が一気に色づく。自分の妄想だということは分かっているけど、それでもその言葉は憧れだったのだ。私のことを分かってくれる世界がここにあるということがとても救いのように感じた。逃げているだけなのかもしれないけど、ここしか私のことを分かってくれる場所はない。そう思いたかった。